俺の名前はホセ・アルバレンガ。メキシコ南部の村で漁師をやっている。ある日、俺はちょっと漁に出かけたんだが、ちょっとどころじゃなくなってしまった。こんな状況に陥ったらどうすればいいか、あなたもぜひコメント欄に書いてほしい。では、出航。ネタザ・ん・マ・イ・ネタ三昧。一日目。2012年11月17日、俺は助手と一緒に船に乗って漁に出かけた。船といっても無線機しかついていない。屋根もなければ船室もない小さなものだ。水着会でもない今回、サクッといってホイホイ終わらせるかと思っていたんだが。うわー、嵐だー。突然、船が沈みそうなくらいの嵐が襲い、俺たちはパニック。この状況やばすぎ笑えない。早く荷物を捨てよう。船に乗せたほとんどの荷物をポイしたが、新たに問題が発生してしまう。無線機がうんともピーとも言わない。俺たち助け呼べないじゃん。1ヶ月後。その後、嵐は5日間続き、俺たちは450キロも沖に流されていた。周りは当然海、海、海。そばにあるのは釣り道具だけ。スマホは持っていないから、遭難なうもうできやしない。船長、この状況マジでヤバタクスぜやんすよ。その言葉自体十分ヤバいぞ。大丈夫、俺がなんて呼ばれているか知ってるだろう。そう、漁師仲間の間で俺はメス豚という通称で知られていた。雑食系の俺は生き残るために生のイワシやドッグフードさえもペロリ。俺たちがボートに乗っている今でも、ボートの陰に魚が集まってくる。釣りをすることで、とりあえず食料を確保することができるだろう。3ヶ月後。だが、海水はしょっぱいだけだから絶対に飲んじゃいけない。漂流した場合は、とにかく雨水を貯めておくことだ。お、ペットボトルが浮かんでら。これに雨水を貯めて飲むぞ。船長、もう長い間雨が降ってねえっすよ。そんな時、俺たちは亀の血や魚の血、自分自身の尿で喉の渇きを癒していた。だが、来る日も来る日も救助はやってきやしない。そして唯一の楽しみは、魚を捕まえることと寝ることだけ。こんな状況ではメンタル的に来る。そう、助手のように。船長、俺もう疲れたっす。漂流から3ヶ月後、やつは望みを捨て、食べることを拒み餓死してしまった。俺は彼の遺体を海に流し、大海原で一人ぼっちになったのだ。11ヶ月後。2014年1月30日。もう俺のヒゲはボーボー、体はフラフラだ。そんな時、俺はあることに気がついた。船の周りにココナッツの実がたくさん浮かんでいるな。そうか、島だ。島から流れてきているんだな。そしてその少し後、俺は島を発見し上陸。438日ぶりに陸に上がった俺は、島の住民に救助された。俺が漂着した場所は、マーシャル諸島の南端にあるエボン環礁。漂流した距離は1万1000キロ、東京からポルトガルくらいの距離だ。もし俺がこの島にたどり着けていなかったら、マジで命はなかったかもしれない。やっと帰れるぜ。そして帰国後、俺はこの漂流記を出版し、一稼ぎすることができた。ここまでは万々歳。だが、餓死した助手の遺族が俺に対して訴訟を起こしたんだ。あんた、うちの息子の遺体を食べたわね。損害賠償を請求するわ。その金額、およそ 1.2 億円。はっきり言って、本の印税目当てじゃないのか。結論、あなたが1年以上海で漂流し、生き延びたとしても、その後、あることないことで訴えられることになるかもしれない。まあ、ぶっちゃけ、漂流しない方が一番いい、ということだな。ご視聴ありがとうございました。ご登録お願いします。